はい皆さんこんにちはこんばんはえー、っと今日は、えー、も,うもう出す言,わん言うか言わんかも生まれてましたけどやっぱり食堂車の話食材に合え車内販売の話ねしたいんでさせてもらいますはいえー、まあちょっと車内販売昔僕車内販売、まあ、新幹線の車内販売もやってましたんでねコーヒーもよく売れてましたし夜なんかあのえー、水割り水割りセット売ってました シーバスリーガルとか、えー、リザーブーとかやったけどね、まあ、ちょっと今日はホワイトホースで、えー、いきます。これのみながりいきます。はい。えー、っと、まあいろんな、えー、例えばヤフコメにしても、まあ、YouTube にしても、おほとんどの人がね、あの、まず、えー、車内販売なくなるのは、まあ、 残念だ、だけど仕方がない、えー、なぜならば時代の流れだ、あるいは儲からないっていう立場でなんか喋ってあるんですけどね。まあ、僕は、うん、もう儲からないという意味で言うたらもう儲からへんやろうけど、まあ、あくまで僕は一客なんで、えー、儲かるか儲からないが、なくなったら単純に不便になったなと思いますね。で、まあ、あの働いてた立場から、 してまあまあ昔よう売れてましたよあの小玉朝の小玉だけでも何回もあの、えー、とねコーヒーのコーヒーがねもう朝だけでも百、ね、杯とか1十0杯とか売れるんですよ。A 社 B 社って言うてあの社販基調を挟んで、まあ、あの1号車側が A 社で、えー、16号車側が B 社なんですけど、まあ、ど,どっち行ったって百杯以上は売れてましたわ。であの 何回もね、一応朝はあのワゴンに15杯分ぐらい入れれるポットを3つ積んでいくんですけどもそれでも何回途中でも取りに帰らなきゃいけないような状態で売れてました。でサンドイッチもよう売れてました。うん、夜は夜でねあの水割りセットをねあの植えたみたいにこうなんかこんなお盆に水割りとコップあの氷を入れてね売ってたんですよ。よう売れましたわ。 途中から景気悪くなったけどそれでもまあ,まあコーヒーの,あの売れ行きは悪くなったけどそんな今売れてへんというようなぐらいのとこまでひどくないまあそれなりに売れてました。えー、でねあのやっぱり社内販売のメリットはギリギリに乗ったって買えることやと思うしそれからあの、まあ、コーヒーアイスクリームもなんか言われますけど。 アイスクリームとかホットコーヒーとかね先に買ってたらええやんって買ってたってん食後に飲,んだ時飲む時にはもう冷めてますやんそんな冷めたホットコーヒーなんか飲みないよね大体あの最初駅弁からスタートして駅、まあ、弁とビールもしくは他の酒でスタートしてまあ30分ぐらい30分40分かけて食べてさあホットコーヒーだなっていうタイミングじゃないですか その時にそもそも持って帰って持って乗ってたらもう絶対冷めてますからねだからそ,そんなん飲みたいないし、えーまあ、アイスクリームしたってアイスクリームまあまあカチカチやって言うけどじゃあ,あのカチカチのアイスクリームをねあの乗って持ってきてで、まあ、どのタイミングで食べるか知らんけど食後ぐらいやったらまあちょうどええぐらいかもしれんけど、まあ、大体僕あのアイスクリーム食べてたんは降りる ちょっと前に最後にあの名古屋出てから来た時に買うっていうパターンやったんでコーヒーとアイスクリームっていうねコーヒーは大体いい2杯飲んでたんですよ食後に1杯それから名古屋出てから1杯っていう感じで飲んでたんででもそのやり方でいくともう東京出てから2時間経ってからもし持って帰ったとしたらもうドロドロのアイスクリームと冷めたコーヒーしかないわけですよだからもうそんなサービスとしてしゃあれへんですよね えとね、ちょっと話むちゃめちゃいろいろ飛びますけど、えー、まあいろいろ言いたいのが、えーとね、時代の流れだからってよく言いますけどこれね僕はあのその枕言葉って嘘だと思いますよ思考停止やと思いますよ。なぜならばあの、ね、いろんな国旅行してて優等列車に車内販売とか食堂車がないのって韓国だけじゃないかな、まあ、日本とね。 韓国も昔はあの食堂車も車内販売も車内販売買って普通列車に買ってあったんですよ。それがいつの間にかなんかむちゃむちゃ合理化するんで、まあ、ある意味日本の先行ってるんですけどそれが時代の流れだから仕方がないっていやそれは日本と韓国だけやんっていう話やんね。日本と韓国だけいうのはめちゃめちゃ先進的な、まあ、韓国が一番進んでるっていう話がいいっていう話ですよね。多分それを言うと反対するでしょう。だから決してこれ時代の流れとは思わないです。 え単なるあの大人の事情でしょう。ね人手が集まらないというのは結局あの給料それで相応する給料が出せへんということだから結局お金の問題ですよね。でそう考えるとあの客のね立場 自分は客やのになんでそのなんか経営者側の立場でものを言うたりとかあの株主の立場で言うたりとかっていうのがこれ社販だけじゃなくてローカル線にとっても同じことを思うんです。ローカル線がなんかかららなくしまえって言うけどそれが残ってることによってあなた何か損しますかって それは税金の一部が使われてるかもしれないいやまだ実際には使われてへんねんけど税金を入れてでもあの維持しろっていう意見に対しては税金そんなところ使うなって言うかもしれんけどじゃあ言うけどね高田があのちょっと前一なんか民営化が成功か失敗かなんかいう話の時に西日本の全赤字の額っていうのは株主支配当半分カットすれば全部賄えるっていう話をしたと思うんですけどそんな程度の、ね、額って。 サラリーマンの払ってる税金流かれたらもうなんか10円とかあるいは100円とかもそんなレベルやと思うんですよ。あなた100円とか10円とかそんなんもそのミクジラ立てて言うぐらいローカル線なくせって言うのって思いますね。それやったら他のところもちょっとなんかようわからん夕張りのそれこそなんか箱物の,あの、ね、建築とかに文句言うた方がええんじゃないって思うんですけどね。 えー、で車内販売かってね結局あの反対したいがためになんか反対してるだけやと思うんですよ。車内販売あって何か困るんかってあなた。でもう無理やり取っ手つけたようになんかうるさいとかあの通路を塞ぐとかねあのもう取っ手つけたようなこと言うけどあんたがトイレ行く時に車内販売ほんまにいるんかそ,のそれどんな確率でいるねんっていうのとあと飛行機と違ってねあの,あのワゴンってちょっと寄せたら人通れますからよっぽどのデブじゃない限り。 それをなんかねあのうるさいから何やっていけないけどそれやったら横でパソコンでカチャカチャやってる方がうるさいに違うんかっていう話ですからねなんかもう無理やり反対のための反対を言ってるとしか思えないですねえ何、ー、だろう単純にもうそういった選択肢がなくなるというのは貧しくなったとしか思えないんですよで実際貧しいからなくなってるんですよでそれはあの貧しい なったことを見ずにしてね、その事実を無視して、えー、時代の流れだって言うて諦めるなんか納得するというのはなんかほんまに思考停止やし、あ、えー、のーよくしようという気あんのかって逆にどん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 不便になっていくやんそんなん。それがあの正しい鉄道をもし愛する姿とし一鉄道を愛する人間としたらそれが正しい方向かって思いますけどね。 あのもうローカル線もそうあの車内販売とか食堂車にしたってそうよ絶対的にあの利用者の立場からしたら悪くなってますからそれを何やかんや知っ、ね、たようなことを言うて、えー、納得してさも何かその何事情痛みたいな顔して言うのどうかなと思いますし所詮あなた素人でしょいや僕がてあの所詮バイトしかやってへんからプロとはよう言わんし。 であの別に鉄道を経営してるわけでもないし社員でもないですよ株ぐらいは持ってますけどで、まあ、そんなビビったるもんやからそんなあの株主として何か言おうというような立場ではないですよだからや,やっぱりあの主張するとしたら一客としての,あの立場が一番でかいですから客として言うたら単に不便になっただからやめてくれてやめてくれてそのサービス撤退をやめてくれというのがあの、まあ、僕のスタンスですねあのなんかあん、ま ね、マウントを取るためとかえ学校するためにあるいは事情通をあの事情通を、まあ、こう演習するためになんか知ったような納得したようなことを言うやめましょうよなんかそれどんどん悪くなっていく悪くなっていく競争してるようにしかならないですわちょっとなんか今酒飲んでるからむちゃむちゃなこと言うてますけどもうちょっとこ,のこのままこれも流させてもらいます。ということで終わりです。